はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第130回でございます。で、今回のテーマは、卒業式と生授業について。で、えっ、ー、と、質問するときのお願い。そして、卒業記念動画のメールありがとうございますと。最後、お礼です。その前がお願いです。で、えっ、ー、と、その前、メインテーマというのは、報告です。はい。なので、あの、受験ね、ちょっと今回は関係ないんですが、まあ、前回、気持ちの切り替え方をね、喋らせてもらったので、えっ、ー、と、この時期ちょっと報告しておきたいことはありますので、 手短にしてますます。ささっと会わしますんでね、もしよかったらお付き合いください。じゃあ早速ね、話していくんですが、あのー、まずですね、卒業式っていうのは、これはみんなが学校でする卒業式ではなくて、実は自分、YouTube で、あのまあ、ダラダラジオの一環なんですけど、卒業式っていうのを勝手にやってます、毎年。<laughs> 毎年ね。そう。で、今年、この卒業式も3年目になるんですが、あの、今年もやります。で、えっと、今回、 動画概要欄の方にですね、えっと、あれです。去年とか一昨年喋ったやつも一応リンクで貼っとこうとは思うんですけど、あの、今年初めてですね、生放送で卒業式をやろうかと思っております。まあ多分これはやると思うんですけど。なので、あの、前はね、 音楽とかつけてたんですよ。そう。あ、つけたよね。つけたつけた。そう。だから今年はちょっとそれができなくはなっちゃうんですが、あの、生放送でやろうかと思っております。で、えっと、もちろん、えっと、やる際には必ず事前に告知をします。えっと、ダラダラジオでもお伝えしますし、一番はツイッターフォローしていただければ、ツイッターではね、必ず言いますので、えっと、で、やる場所は、YouTube ライブ、もしくはツイキャスでやります。 で、YouTube Live でやった場合は、皆さんからコメントを、まあ、いただきますけど、それをね、多分ん、と反応することはないと思うんですが、そこで。まあ、あと、そこでやるか、えっ、ー、と、ツイキャスでやった場合はですね、いつも通り、こう、音声だけ撮っておいて、後で、あの、編、編集はしないですけど、それをアップするという形にしようかなと思っておりますので、まあ、もしよかったら、あのー、ちょっと参加していただけると。あの、時間としてはですね、ダラダラジョと同じなので、まあ、15分くらい喋る。 だけなんですけど、あのイメージはこうまあ、卒業式の練習とかまだないかな。でもまあ中学校卒業をする子以上であればね。初めての卒業式ではないと思うので、あの地域のさあなんだ。偉い人が祝辞みたいに言うじゃないですか。<laughs> 卒業生の皆さん。 卒業おめでとうございます。みたいなことを言うでしょあの眠くなるやつ。<laughs> あのイメージです。もちろんあんな硬くは喋らないですけど、あの、卒業するみんなに、えー、と伝えたい言葉っていうのを、まあ、考えて喋ろうかと。で、去年も一昨年も一応一発撮りを決めていて、あの、グダグダになったりするんですけど、でも今年せっかくね、こう見ていただいてる方が、まあ、登録者も10万人超えたっていうのもありますんで、うん、生で。 プレッシャーかかるんだけど、生でね、あの思ったことを喋ろうかと思います。一番はえっと目標は泣かないこと。2年連続鼻ジュルジュル言いながら喋ってたので、あ、うん、それ目標なんだけど多分泣きますけど、そう涙もろいんでね。うん、でもこういう機会もね、せっかくねないかなと思うんで、喋の生でやらせてもらおうと思いますので、もしよかったらご参加ください。またね、おいおい詳しく発表していきます。 で、もう一個生授業について、これ4月、えっと4月以降にね、やる予定の生授業に関してなんですが、えっと、2つ前のダラダラジオかな、128回だったと思うんですけど、その時にちょっと相談をさせてもらいました。で、えっと、コメント欄とか、ツイッターとか、あと、直接のメールとかね、いっぱい意見いただいて、皆さん本当にありがとうございました。で、いろんな方にこう、聞いていて、で、まあ、一応今思っていること、まだ決定ではないんですけど、一応ですね、こう、 受けた質問で、それをを生で解説すするっってていううのをしようかなと思っておりますでこれにあたって、学年をちょっと広くしようかなと。もともとですね、まあ中学生のみにしようかと思ってたんですけど、まあ中学生、高校生関係なしでもいいのかなと。うん。だから例えば、えっと、じゃこの1週間に、この時期、えっと、じゃ五5日間にしようか。この5日間にもらったやつから、えっと、まあ4、5問抜粋して、この枠でやりますよ、生でやります、みたいな。 事前に行った時に、今回は中1のこの問題、中3のこの問題、高2のこの問題をこの3つやりますとか、っていうのを先にこっちが言っておけば、皆さんも参加しやすいじゃないですか。で、今日、あ、今日中1ないんだ、じゃあいっか、とかさ、いう判断もできると思うので、まあ一応、そんな感じにしてみようかなと。で、それをやりながら、テスト期間になった時とかに、自分がどうしてもちょっとやっておきたい。 例えば連立方程式中2のね連立方程式あったらこれちょっと特訓で一回やってみたいな生でみたいな思ったらちょっと今日はあのこっちの都合の俺のねこう気持ちの問題で連立方程式の特訓やるからみたいなのも言えば分かりやすいと思うんですよね皆さんにとってなのでえっ、ー、とまあちょっとこういう形で完璧にこの形でやるからみたいなのはまだ最初はできないと思うので、まあ、手探りにはなってしまいますしもしかしたらグダグダになってしまう可能性もあるんですけど 一ずちょっとこう、広い範囲でというか、うん、皆さんからもらったものを、こうね、解説するっていう形にしていこうかなと。まあ、それにあたって、俺の学力というか、ちょっと勉強、ね、今頑張ってしとかないと、もともとあんま頭が良くないんでね、アドリブ聞かないんですよ。特にすげえ難問とか多分解けなくなるからさ。だからまあ、そこもあるんですけど、まあ、事前にいただいた問題を、まあ、この何日間でもらった問題を、これをやりますって、まあ、ツイッターが多分メインになると思います。 ツイッターとかで、これ今日やるから、何日の生放送はこれを問題やりますみたいなのを伝えて、それを見ていただいて、じゃ参加する、参加しないを決めてもらうみたいな、そんな生放送、生授業をね、やっていこうかなと思っております。で、えっと、本当は毎週やろうかなと思ってたんですけど、ちょっとこれまだ、あれで本当決定してないことなんですが、えっと、今、ツイキャスをね、 えっと、まあ、ツイキャス知らない方は申し訳ないんですが、ツイキャスっていう、その、生放送で、まあ、ね、こう、いろいろやできる、あの、なんだろう、アプリじゃない <laughs> サービスがあるんですけど、まあ、YouTube 全く関係ないんだけど。で、自分そこで今、えっと、まあ、一週間に5日、4日、5日ぐらい、勉強キャスって言って、まあ、勉強を教えるんではなくて、自分、俺も勉強してるんで、みんな一緒に勉強しようぜって。画面に俺が映ってて、俺、黙々勉強してるんですけど、そう、一緒に勉強するっていうのをやっていて、で、土曜日の夜、 には、えっ、ー、と、雑談キャス。もうこれね、もうブレイコーです。もうめちゃくちゃ俺がいじられまくるっていうキャスをやってるんですけど。で、まあそうやって、まあその場で、本当なんだろう、勉強の話もゲームの話も、まあ若干下ネタとかも <laughs> あるんですけど、まあ本当たわい、なんだろう、たぶない話をみんなでワーワーワーしながら、楽しくやってる時間があるんですね。で、まあそこの枠とかでも、やっぱり、勉強の相談とかも結構受けたりします。この、講演はどうしたらいいんですかとか、どうやって勉強したらいいですかとかいろいろあるんですけど。で、 メールとかででも結構やっぱいただくんですね勉強の相談っていうのは。でその時にこうなんだろう直接聞けて直接返せたらやっぱり早いですしまあ今自分がねたくさんの方からメールをいただけるようになった、ね、その反動もあるんですけど全員の方に返すことが物理的にできなくなってしまったのでであればその生で相談を受けるっていうのを、えー、と YouTube ライブでやるのもありなのかなと。 で、これは多分毎週やる必要はないので、1ヶ月に1回とか、まあ、2週間に1回か分かんないですけど、例えば2週間に1回やるニーズがあるんであれば、こう、各週で、今週勉強、えっと、生授業。今週、生相談。まあ、生相談、生ラジオでもいいよね。別に構わないですけど。で、生授業、生相談みたいな、生ラジオみたいな。うん、感じの,のでやってもいいし、えっと、一月に3回、4週間とした時に、3回、えっと、生授業。で、1回だけ、えっと、生相談会みたいな。 やるっていうのも、まあ、ありなのかなと、今は思っております。はい。なので、まあ、一応ですね、ひとまず、その生授業に関しては、そのスタイルにしようかなと、この2月20日現在、今日20日じゃない、21だ、ごめん、21、現在思ってるんですけど、まあ、また変わったらね、また喋って、あの、お伝えしますが、まあ、今そんなふうに思っております。で、あのですね、それの流れでなんですけど、質問するときのお願いと。で、 これですねこの問題の解き方を教えてくださいとかっていうのはめちゃくちゃもらうんですよ。あの特にツイッターの DM が多いですね。あとはまあ直接メールでいただくことも多いんですが、写メ付きで送っていただくんですけど、あのこれ、あのですね、なんだ、一応ね、一応なんだろうちょこちょこ言ってはいるんですが、自分、そのメールを写メで送ってもらった時に、返す、返せないもちろんねあ,のあるんですけど、答えを 一緒に送っていただかない方は、送っていただけなかった方は返すことはしてないです、必ず。で、これはですね、あの自分の能力不足のところもあるんですけど、万が一間違ったことを教えてしまったら、大変ですよね。<laughs> そ,うそう。だから、一応、途中式がなくても、答えだけでも構わないですね。自分が解いて、あ、合ってたっていう自信がないと、さすがに教える自信がないので、こっちも。そう。なので、もし、えっと、まあ、 もうこの時期まで来てるんでね、なかなかそういった機会もないかもしれないんですが、えっ、ー、と、この問題教えてほしいな、みたいなことがあった時には、答えも必ず一緒に、えー、と送っていただけるようにしていただけたらと思います。で、これは生授業の時にも同じスタイルでやっていこうと思いますので、あの、ちょこちょこ話していきます、これ。<laughs> あの、質問する時は答えも一緒にお願いします、みたいな。あの、浸透させないといけないと思って、この時期からね。ちょっとそれで今回喋らせてもらったんですが、あの、そのちらのね、協力よろしくお願いします。 で、最後、卒業記念動画ですね。で、これは3つ前、えっとね、違う4つ前かな。126回、5回ぐらいの時に、その卒業記念動画のお願いっていう動画とダラダラジオを撮ったんですけど、あの、これも卒業式と一緒で、今年3年目になります。卒業記念にね、えっと、皆さんからいただいたコメントを集めて、1本の動画を作るっていうのをやってるんですけど、で、ちょこちょこ今、もうメールをいただいてまして、あの、そちらね、いただいた、と送っていただいた方、本当にありがとうございました。 でえっと、締め切り一応3月の中頃ぐらい、まあ、20日ぐらいをね、めどにしようとは思っているので、えっと、ぜひ、えっと、ご参加の方よろしくお願いします。で、それ何みたいな風に思う方もいると思うので、えっと、下の動画概要欄に一応載っけておきますんで、そちらの、あの、ダラダラジオね、ちょっと、時間取っちゃいますけど、聞いてもらえたらと思います。ぜひよろしくお願いします。 で、その赤字のところを、はい、えっと、アットマーク、はいとあるって書いてあるんですが、えっと、そちらがツイッターの自分のアカウントになってますので、まあ、おそらくツイッターで、ひらがなで配置って、ひらがなね、ではいって調べていただければ、えっと、すぐ出てくるとは思うんですけども、まあ、もしよかったらね、ツイッターの方のフォローもよろしくお願いいたします。では、今回はね、全く勉強関係ない話だったんですが、ここまでお付き合いいただき、本当にありがとうございました。 で、次回はですね、まだね、決めてないんですけど、いつも通り。そう、まだね、何か喋っていきますので、もしよかったら次回の方も聞いてやってください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。